こんにちは、皆さん。ようこそ、私たちの YouTube チャンネルへ。今日は、最新のニュースをお届けします。Twitter に関する注目の話題をご紹介します。Twitter は、厳しい閲覧制限を導入することを発表しました。一体何が起こっているのでしょうか。詳細を見ていきましょう。日本時間の1日夜から、 ツイッターの閲覧がつながりにくくなっていました。しかし、2日の2時にイーロンマスク氏が状況について発表しました。認証アカウント、ツイッターブルートは1日6000投稿、未認証アカウントは600投稿までに制限するとのことです。その後、条件が緩和され、現在の制限はどうなっているのでしょうか。現在の制限は、 認証アカウントが1万件日、未認証アカウントが1000件日となっています。ただし、新規作成されたアカウントは1日500件までとのことです。制限を超えると、投稿の回数制限を超えましたとのメッセージが表示され、新規のツイートが見られなくなります。では、なぜこのような制限が導入されたのでしょうか。マスク氏は、 制限の理由について極端なレベルのデータスクレーピングとシステム操作に対処するためとしています。それだけでなく30日頃からはログインしないと公開ツイートが読めない制限も導入されているそうです。この制限はスクレーピング対策として行われています。ただし現時点では制限緩和の時期についての発表はありません。この制限によって 新規の投稿が見られないだけでなく自分の投稿も確認できないそうです。そのため投稿の修正や削除などの対応も難しくなっています。日本のトレンドには制限に関するキーワードが多く入っていることがわかります。ユーザーたちの不安が広がっているようです。以上が Twitter の閲覧制限についての最新情報でした。 今後の状況に注目ですね。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。チャンネルの登録と通知ベルを押して最新のニュースをお見逃しなくこの出来事に。ついて皆さんのご意見や思いをコメント欄にお寄せくださいではまた次回の動画でを。